noted Captain John. And today I'm gonna talk about our next course for preparing working skills and abilities for my students goes to Japan. Okay, let's take this. Let's take this class in Japanese. Okay, first one. こんにちは、キャプテンダンでございます。今日は、日本の会社で働くために必要なものは何なのか、そのために用意している教育、課程を説明いたします。1キーボードでその日本語とアルファベットを入力すること。あと、このプログラムは3つの機能を持っています。どうすれば早くキーボードを扱うことができるかというやり方。コツの説明。第2が、こういうふうですよね。たとえ、バラという、その、本ゲームでは、メインゲームでは、その、ゾンビが出ます。ゾンビは、バラという文字を書けています。ですが、そのバラは、漢字とバラ、先生も書けないんですよ。バラ、本当に書けないんですよ。それで、日本人もね、ほとんど、このようにカタカナ書きますよ。やっぱり勉強不足かだと思います。ちょっと難しいのも漢字で書けないと。とりあえずそれをその漢字とバラというそのカタカナじゃないです。アルファベットを同時に持ってきますよね。でゲームをしながらいろいろな漢字をどのように読むのかが自動的に勉強できます。あと、その早く打つこともその練習が基本的にできますよね。それで単語の覚えにも役に立つゲームプログラムです。それはメインゲームで。これ最初のそのやり方とコツでは、チュートリアルというモードがある。チュートリアルモードがあってね。それでそのモードでその日本のキーボードのいろいろなそのベースをいちいちの指で覚えることになります。それちょっと後でお見せいたします。あと3つのことがその教育過程でそのゲームの中で先生がいろいろな講義をします。その日本語がすごくうまいんだと先生は基本的に思っています。あと、このプログラムは、キーボードを2つとも持っている場合は、対決もできますよね。それで日本語の説明が結構勉強になるという。これが第一。第二。第二はですね、いろいろなアニメ、映画を見ながら、その日本語をそのまま勉強することです。その大事な表現、その宿題として、あの映画とかあのアニメを、見て、見てきてたら、先生がその中で大事な表現とかを、一緒に見ないといけないですよね。それで、説明と、まとめて一緒に勉強することになります。あと、
この3つの中で一番先生個人的に大事だと思うのはビジネス入語です。こっちは電話、電話、電話、あと、まあ、報告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 、あと、まあ、会議の説明、まあ、いろいろな状況によって、そのゲームの名前、何だったっけ、その、いろいろな、その4カ国語ができる、そのゲーム。무슨マン、トークマン、トークマンか、思い出せなかったのね。それで、そのトークマンのように、いろいろな状況で、どのような、そのビジネス日本語を使えばいいのか、という、そのテープを、基本として、勉強したいと思います。このテープは、多分、ちょっと販売は無理ですよね。それで持ってきて、まあ、再生して、まあ、授業の時一緒に勉強することにしましょう。全部一つ、まあ、全部一つしかないんですよ。あと4つ。まあ、一番大事といえば、これとこれ。これ。これは、急なもんではないんですけど、アニメとか映画の場合は、結局、その単語とボカブラリを増えることですよね。増やして、まあ、いろいろな状況に対応することなんですけど、まあ、これが今すぐ必要ではないんですよ。今すぐ必要では。もちろん、まあ、業務以外にいろいろな話をするとき、これは問題になります、なりますよね。特に個人的な関係とか、あと業務の時も、その指示されたことだけをやる場合はあまりその言葉が必要ないんですよ。ビジネス日本語で十分です。ですが何か自分のその新しい意見とか申し上げる時とか、何か発表する場合とか、まあ、今まで使ってたビジネス日本語では足りない場合が出てきます。まあ、そのための、まあ、予備のものだと思ってくれたら簡単だと思います。第4は、E メールと手紙、あと、報告用の日本語の書き方です。文章の作り方。これで基本的に4つの過程を用意しています。じゃあ、出会ったら今すぐ出て、このプログラムを稼働してみます。その前に、その先生がその設置する前に、そのコーヒーでも飲みますか？